そんな感じですね。皆様こんにちは。今日も動画をご覧いただいてありがとうございます。完全感覚ベーカーです。前回、マスカルポーネロールを作った時にマスカルポーネチーズがねおよそ 200g ぐらい余ってるので、これちょっと消費したいなと思って、今回はねティラミスを作っていこうと思います。今回はパンではないんですけどもね、スポンジ生地の作り方とかティラミスのね作り方、お家でできる簡単な方法をねレクチャーできたらなって思います。それでは本編始まります。で、今回の配合はこんな感じになってます。これがスポンジ生地バージョンですね。通常ティラミスの生地ってビスキュイ生地っていうね、生地で作ることが多いんですけれども、材料が少なくて手軽にお家でも作れるね、今回はスポンジパートアジェノワーズでね作っていこうと思います。まずは計量からですね。薄力粉バイオレットを使っていきます。あとはココアパウダーですね。お砂糖の入ってない純ココアを使いましょう。ではまずこちら卵を割り入れていきます。今回は3つ分使っていくんですけれども、まず全卵2つ分、あとは白身だけ使います。黄身はねこの後使っていきたいので取っときます。ではハンドミキサーで混ぜていきますね。湯煎かけながら混ぜてもいいんですけれども、ちょっとそれが手間なのでね、常温に置いておいた卵があったら同じように泡立ちます。あとね、お砂糖グラニュー糖 60g 入れます。で混ぜていきます。白くもったりするまでですね。で、このパートアジェノワーズスポンジ生地の一番のポイントは泡立て方なんですよね。ちなみにこの状態ちょっとね白っぽくなってきたんですけど、持ち上げるとまだねサラッとしてっちゃうんですよね。これ泡立てまだまだなんですよ。これがもう少しねボトッとゆっくり落ちていくところまで混ぜていくので、またそこまで時間飛ばします。はい、では泡立てが終わりました。これ泡立ての見極めのポイントなんですけれども、ぐるぐるっと混ぜてゆっくり持ち上げた時に羽にね生地が残るぐらいがちょうどいいんですね。ゆっくりとドロドロっと落ちていって、最後落ちた生地がゆすって3秒ぐらいで消えるぐらいが、泡立てのベストな見極め方ですね。そしたらこれキメを整えていくために低速でゆっくりとね1分間かけて一周していきます。はい、最終的なね生地の泡立ての見極めは全体光沢感あってピカピカしてる感じですね。そうしましたらこちら粉ふるっていきます。では混ぜていきます。下の方の生地を上にかけるような感じでボールの周りをスッと滑らせて混ぜていきます。これ切り混ぜっていって、せっかく泡立てたやつがね普通にガチャガチャ混ぜてしまうと潰れちゃうので、それを潰さないように混ぜる方法ですね。はい、では粉っぽさなくなってきたら溶かしバターを加えてまた混ぜていきます。泡立ってから、スピード勝負ですね。基本的には泡って時間とともに潰れてってしまうので、もたもたしてると膨らまない生地になっちゃいます。混ぜ方の見極めですね。生地持ち上げて落とした時にこれヒラヒラーっとリボンみたいな感じで落ちていくのが理想的。これリュバン状って言います。こんな感じね。そしたらこれ焼いていきます。これねカードで均一に薄く伸ばしていきます。
だからここまでできたら少しトントンと刺激与えて大きい泡潰していきます。でこれ焼いていきます。はい、それでは焼いていきます。スタート。はい、焼けました。これちょっと粗熱取っときますね。このままじゃあこれからシロップを作っていきますね。お砂糖を大さじ1杯分とお水を大さじ2杯分。あと今回コーヒーリキュール入れていきます。苦味がちょっと少ないのでね、インスタントコーヒーも少しだけ入れていきます。これお好みの苦さにしていただいてね、使ってください。うん、いい感じ。それでマスカルポーネチーズをね、ほぐしていきます。これからティラミス作りですね。ちょっとほぐしていきます。なんかもううまそう。あとはグラニュー糖を加えていきます。混ぜていくとね、結構しっとりしてくるので、そこまで混ぜていきましょう。うん、ひとまずこんな感じで OK です。では次にアングレーズソース作っていきます。こちら卵黄を入れて、では砂糖も入れます。白くなるまで混ぜていきます。はい、こんな感じですね。そしたら牛乳入れます。これ混ぜます。それでは中火にかけて、とろみがつくまで加熱していきます。アングレーズソースってカスタードクリームの薄力粉が入ってないバージョンなんですね。今回はこれをマスカルポーネチーズとね、合わせてちょっとムース状にしていきたいと思います。とろみがついてきて線が描けるぐらいになったら OK です。で、こし器でこしていきます。では混ぜます。生クリーム 100g 加えていきます。こちら生クリーム泡立てていきます。こちらクリーム合わせていきます。生クリームとこっちのクリームね、これもね、切るようにふんわり混ぜていきます。ゆっくりとなじませていきます。はい、さっくりと混ざれば OK です。おいしそう。このスポンジをこのね、スリム型に合わせて切っていこうと思います。スポンジもだいぶふわふわに焼けてます。いい感じ。切り抜いたやつをスリム型に入れていきます。そしたら先ほど作っておいたこのコーヒーのシロップをね、たっぷりと吸わせていきます。これもたんまりね。そしたらこの後ティラミスのクリームを絞っていきます。これもだいたいイメージ下から 1.5 センチぐらいの深さでね、絞っていきます。そしたら2枚目のスポンジにもしっかりとシロップを打って、
シロップ打ったところを下にして、のっけていきます。で、軽くね、ぐっと圧縮して、クリームとスポンジの間の空気を抜いていきます。で、さらにここにもね、シロップたっぷり。で、こちらにもね、クリームをたっぷり絞っていきます。じゃあ最後ね、ヘラで鳴らします。それではこちら冷蔵庫で1時間ほど冷やしていきます。はい、それではこちら1時間冷やした生地ですね。ほとんど固まってるので抜いていきます。これ綺麗に抜けた。それでは仕上げにね、ココアふるっていきます。なんかこれかかると一気にティラミスですね。ちょっと食べたいと思います。こんな感じですね。それでは本日はマスカルポーネチーズの使い切りということでティラミスを作ってみました。それでは早速味見したいと思います。いただきます。うまい。マスカルポーネのクリームが濃厚で、かつココアスポンジに染み込ませたそのコーヒーのね、ビターな感じとね、相性がめちゃくちゃいいです。これうまっ。本当に今回マスカルポーネチーズね、ティラミスの目的で買ったわけじゃないんですけども、こんだけ美味しいのが自宅でできるんだったら次回からね、ティラミス用にマスカルポーネチーズ買いたくなりますね。もしよろしければ皆さんもチャレンジしてみてください。はい、それでは本日の動画いかがでしたでしょうか。久々にね、ケーキを作ってみました。もしね、この動画参考になったよとか、作ってみたいな、食べたいな、美味しそうだなって思った方、ぜひチャンネル登録高評価していただけるとすごい嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。失礼します。